どうも、阿部達です。今日はですね、ちょっとイトーヨーカ堂に、行ってきましたね、駅前のじゃじゃん、コカ・コーラ、コカ・コーラゼロで、ここになんか、なんかある、なんかある。そうなんです、これコップセットなんですけど、アルミタンブラー、タンブラーがついてるんですね。プラス、あとコースターが4枚ついたセットなんですけども、まあ、多分これ売ってるのは、まあそういうイトーヨーカ堂的なやつか、あとはイオンで、東京とかあるかどうかわかんないですけど、マックスバリューとかさ、そういった場所に多分売ってると思うんですけど、価格は348円なんですよ。まあ普通な値段かなと思いまして、まあ、ちょっと買ってみました。はい、まあ、ちょうどコーラも飲みたかったんで買ってみました。はい、でこのオリジナル、タンブラー&コースター4枚セットで、まあ、早速ね、まあ、メインはこれですから、これだからね、これとコースターですから、じゃあ開けてみましょう。シャキーン。はい、これですね。冷たいコカ・コーラを飲んで最高の夏をって書いてありますね。コカ・コーラをキンキンに冷やしておきましょう。はい、その2、3、4個のキューブアイスかクラッシュアイスを入れましょう。静かに注ぎます。弾ける炭酸の音も楽しみましょう。うちんちね、コカ・コーラのグラス大量にあるんですよ。8個ぐらいあるんですよ。マクドナルドの景品みたいなやつ、あれをね、大量に持ってて、またコカ・コーラかよってなっちゃうんですけど、あとうちコースター欲しくて、ちょうどで、これも何かとね、都合いい商品だなと思って買いました。はい、チキン、開けてみましょう。中、おお、真っ赤、真っ赤です。真っ赤、音も完璧にアルミ、真っ赤。へえ、あ、これは冷たいわ、これ冷たいわ、きっと軽い。そしてこれね、1個ちゃんとコカ・コーラのロゴも入ってます。そしてコースター、お、コースター、これ何、使い捨てなのかな、普通に何回か使えるのかな。コースター紙かな、これ紙だよね、完全に。あ、でも意外とこれ使える、柄は全部一緒、4枚ともコカ・コーラ4枚とも一緒でね、後ろのこの白い部分は普通に紙なんですけど、ここなんかコーティングっぽいのが、ビニール的なコーティングされてて長持ちしそうな感じです。はい、こんな感じですね。ちょっとうまそうだね。はい、ちょっとね、まだココアコーラキンキンに冷えてないんだよなキンキンに冷えてないんで、ちょっと飲めないですけど、じゃあちょっとキンキンに冷えてないですけど、ちょっとじゃあ飲んでみましょう。これで飲んでみます。はい、入れてきました。氷入れただけでね、見えるかなこれ、すんごいもうキンキンに冷えてるんですよ。ほら、ちょっとほら、もうすっげー冷えてる、超冷えてる。というわけで、じゃあこのコースターを使ってね、置いて、このコカ・コーラ入れます。ちょっとぬるいけどね、静かに注ぎます。はい、入りましたね、入りましたね、はい、入りました。超冷たい。ちょっといただきます。これは正直に言います、多分これコーラ自体を冷やさなきゃいけないのは前提だっていうのが今分かりました。中が超ぬるいコーラが超ぬるい、グラスの方が冷えてる。あともう一個これすごいなと思ったのは、やっぱタンブラーなんで、ちょっとやそっとじゃぬるくならない。コップ自体がギンギンに冷えてるから、多少は冷たいのがずっと残る。うん、で多分これロックアイスとか入れたら多分もっと長持ちするんじゃないかなっていう風に感じますね。はい、はい、というわけでね、こちらのタンブラーとコースターですね、これはね、本当スーパーっていうか、まあ、ショッピングセンターみたいなところ、イオンとかヨーカドーとかそういったところで多分売ってると思うんで、ドンキでも売ってるのかな、ドンキホーテでも売ってるかもしれないですけど、まあ、見つけたらね、ぜひ買ってみてください。結構このコースターとか使えると思うんで、はい、コーラ好きの方はぜひ、お買い求めください。というわけで以上、コカ・コーラのアルミタンブラーとコースター4枚セットのコーラ4本セットのやつでした。バイバイ。柱がね
1本しかないんですけど、まあでもいいかなと思って買いました。